どうもこんにちは。今回はですね、キャプテンスタックから発売されているひよこ式を買ってみました。炭をですね、早く着火できるということで、まあ、便利なんじゃないかなと思うんですけども、パーツはですね、この2つだけになってます。すごいシンプルですね。で、使い方はこんな感じ。早速取り付けてみましょうか。こっち側が上に来るみたいです。この方向で入るのかな。こんな感じになってるんですが、こっち側は、上から乗せるだけなんですけども、こっち側は、ここの部分の下に回す感じになってますね。とりあえずこれで外れることはないんで、セット完了です。これに食おうかなと思ったんですけども、ちょっと入んないですね。で、先ほどもですね、七輪だと入らないので、こっち側でやってみようかなと思います。これならギリギリ入るかな。この横幅を考える必要があるかもしれないですね。この中に、炭を立てて入れてくださいって書いてありました。今回はテストなのでこんな感じで入れてます。じゃあですね、これで、火をつけてみましょうか。こんな感じで置いてみます。ということでですね、今回は火起こし器を使ってみました。こうやって放置しておくだけでしっかりと火がついているというのはすごいなと思います。お花見シーズンとかはもうちょっと先ですけども、バーベキューとかするときにですね、炭に火をつけるのって結構重労働だと思うんで、これさえあれば楽にバーベキューができるんじゃないかなと思います。多分ですね、これを使うともっと早く買っとけばよかったなって思うんじゃないかなと思いますね。ということでですね、炭の火起こしもだいぶ楽になったので、今後はですね、炭火焼きでの料理っていうのもどんどんやっていきたいなと思います。